ヤガチャガチャンネル。あー、ずっと開けられてなさそうな扉だ。中に入るね。というわけでございまして、バルブハンドルを回したことによって新しい道を開くことができました。さあ、開いた道でございますが、何でしょう、基本的にはあの赤ちゃんの敵ぐらいですね。あ、カカシがあって、あの腕くるよ、カカシをね、やろうとするとバーンと。というわけで、カカシをあそこに置かせないという意思を感じますね。でも敵が来ちゃうので、上にある他のカカシがあったので、このカカシをゲットして立てておきましょうね。実はね、左側にあった奥にある手のお化けも含めて全員消えますと。やっぱりですけど、ってことは顔のお化けとかいろんなのは赤ちゃんが関係してるんですかね、というのが少しずつ見えてきそうです。さあ、というわけで、まずは一度こちらの扉に出ちゃいましょう。扉の隙間から風が吹いている。ここから外に出られそう。というわけで、ここ一回外に出ていきます。で、ここ外に出ていくんですけど、必要なアイテムがあるので、そのアイテムを取っていきたいと思います。地蔵はいいかな。んでね、黒い、なんか敵キャラの声とかするので、ちょっとまあ気にしていきながら。で、ここはですね、すごいよ、行くよ。よいしょー。あー、失敗したー。これね、もっとすごいことになるのよ。こうやって。これを見せたかったんだけどね、うまいこといかんかったわ。で、ここにまず古い形の鍵があります。水路の先の森の中で見つけた古くてサビサビの鍵。僕の家の鍵とは形が違ってちょっと変ね。で、さらにこいつらも発動させて、奥側にもう一個アイテムがありますので取っていきますね。小さいお花を拾った。なぜか目に留まったお花、小さいのにどっかたくましくて心がポカポカする。誰かにあげたら喜んでもらえそうね。というわけでね、というようなアイテムを手に入れて、これでこのマップお役御免ですので戻っていきたいと思います。さあ、というわけでございまして、中に戻ってまいりました。先ほど手に入れたですね、鍵を使ってここの扉を開けたいと思います。鍵がかかっているみたいというわけなので、先ほどの古い形の鍵を使いますと鍵が開いて先に進めるようになります。ここからは赤ちゃんの泣き声ラッシュです。いいのかお前、俺も泣くぞ。おい、へい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 ね、この野郎。なんかその声でビビらせてこようとする作戦は俺には効かねえかな、この野郎。さあ、というわけで中には紙飛行機ねでございますね。さあ、さらに奥側に進めていきましょう。鍵がかかってる部屋がありますので、とりあえずこれはスキップね。今どうせ開かないことが分かってますからね。で、4つ目の部屋何もないんだっけ。何もねえか。あるのは5つ目の部屋か。で、さらに進めていきましょうね。ろうそくに火が灯ってるのは最近誰かが来た証なんでしょうか。さあ、鍵を拾って、あ、鍵じゃねえや。ぬめった鍵を拾った。鍵って言っちゃったわ。ずっと水に浸かってたからか、ぬめぬめして持ちにくい鍵。緑色の水草が絡みついてて剥がせない。赤ちゃんいっぱい出てくるよ。ねえ。というわけでね、なんか土人形みたいな赤ちゃんが出てくるわけでございます。で、大量に赤ちゃんが出てきてですね、迫ってくるので、とりあえず進行先はですね、先ほど開かなかった3つ目の扉の鍵ね、こちらのところに行って、こう鍵がかかっているみたいになりますので、ここに、ぬめった鍵を差し込んでいきましょう。さあ、で、ぬめった鍵差し込んでいきまして、この先なんでございますが、もうちょい進むとお地蔵さんがあるかな。で、ここね、超わかりづらいけど、ここね、よく見たら光ってますからね。10円玉がありますので持っていきましょう。で、ここはセーブ推奨です。マジでセーブ推奨です。ガチのセーブ推奨です。ロケハン死にまくりました、本当に。ここね、覚えててくれるといいんだけど。さあ、ここも10円。さあ、というわけでございましてですね、これ先に進んでいきたいと思うんですが、先に進んでいったフロアのところがですね、ここの先か、もう一個先かな。あ、そう、あね、高い声からどんどん低い声になっていくんですが、ボスラッシュエリア的なところに進んでいきます。ボスラッシュ、ラッシュだね。ねえ、どん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 下がっていくじゃない。すごい手の、あ、お前だけ長い。テノールに向いてそう。さあ、というわけで、なんかね、地震がまたありましたけど、何なんでしょうか。さあ、毛先進めていきましょう。すると、おっと、かかしがあって、ほこら。近くて楽ですね。お？あ、危ない。さあ、というわけで、ぶっ壊されたかかし。さあ、ここからですね、覚えゲー、暗記ゲーのスタートで、あ、下のやつ怖かったらもうダメ。どうしようもないね。画面見れないね。でも大丈夫。これがずっと動いてるだけだから。逆に言うと、もうスタンス変わんねえから。で、一
回こうやって先にまたカカシがいるので、このカカシのところ来て間に合うので一回ここに差し込んでいきます。で、すると、ちょっとね、キロが立たれてしまいますので、前に進むしかねえぞと。ね。なので、前に向かっていきたいところでございますが、腕が大量に出てくるので、結構リソース管理大事です。で、突発的なやつも走ったら避けられるのいっぱいあるので、走らなきゃいけないのは走る、そうじゃないのは走らないっていうののメリハリをしっかりとつけて。で、ここは回避ですね。大量に鳥が、飛んでくるようになるので、これを避けてくっていう感じの進行になります。あぶね、忘れてたわ。そう、順番をねなんとなく覚えてたつもりがね、1個忘れてましたね。で、こいつ後ろからブンブン迫ってきて前行き止まりなんで、一回下側で回避します。で、その後すぐに上がってくるので上に回避してみたいな感じで前に進めていきます。そう、こいつがいるから行けなかったんですね。で、この後先に行こうとすると、また腕が来るんですけど、これよく見たら上側から左に走っていくので、この腕。なので下が抜けられるので、下を抜けた状態にしてこれを持っていきます。で、また退路は立たれてますので注意ですね。で、カカシ持ってると走れないので、影をしっかりと見て前に進めるっていうのが重要じゃないかなと思います。ダーン。で、ここからね、めんどくせえのが、この赤子が出てくるので、場合によってはちょっとこうやって走って巻くのも大事かなと思います。こんな感じですね。だいい感じにこいつらを誘導して、カカシ持っててもカカシ持ってる方が若干早いので、これでようやくちょっと安心して前に進めるかなって感じですね。んで、祠にまたカカシを置きましょう。よいしょ。っていうのを繰り返していきます。で、またドーンってきて、そのうちまたハイハイで、おじぎ、あ、おじぎじゃねえや。ハイハイしながら迫ってくるやつが出てきたりとか、この撃ってくるのが出てくるので、いい感じに避けつつ、よいしょ。で、もうここら辺は完全にね、進行暗記ですよね。どこから突発的に出てきてどういう動きで避けなきゃいけないかがね、どんどん分かんなくなるので、で、これは間に合う、うん、のでまた進んでいきます。で、両手が来るので真ん中で一回避けて、またさらに進んでいきます。確かこれ間に合うはず。で、これも下からいける。これはいけないので待機で、この後ぐらいからまた赤子が追いかけてくるんじゃなかったっけな。よいしょ。なのでちょっと相手の方向、そうだそうだ、ここ一回この待機を食らうので、一回消えるまでこんな感じで滑らせて、避けた隙にカカシ持ってと。で、祠まで行けるかな。よいしょ。さあ、これでね、次の、エリアに進行できます。ちなみに死んだら一番最初からやり直しなので、めちゃくちゃめんどくさいんですよね。で、次は鳥が斜めと縦のラインが来るので、実際問題当たる当たらないラインっていうのをちゃんとこうやって見極めながら避けていくっていうのができれば、基本的には問題ないかなと思います。避け切ると両腕が消えます。さあ、というわけでございまして、また先に進んでいきましょう。さあ、また赤ちゃんが来ちゃったのでちょっとめんどくさいんですが、よいしょ、久々に連打ダッシュでスタミナをあんまり減らさないようにしながら、あいつは何なんだ、ロケハンの時からもだけど、ボボボボボボボって言いながら流れてくる手なんてこの世で見たことないんだけどね。もう一回来る、うん、実際にはあと 1,2 回来るかなっていうのも、確認をしながら避けていくんですが、一定までこのハイハイしてるやつ逃がしたはずなのに、また後ろから湧いて出てきちゃったりするので、結構緊張感のあるやべえやべえやべえって状態が続きがちですね。で、それも全部なんとか逃げ切って、鳥を一回避けて奥側に進んでいきたいのですが、また来たので、あいつをよいしょとかわした状態で奥側に差し込んだると。そう、うん、左側ね、いけないですね。どうしたもんか。お、カカシ。あら。
ありがとうね、カカシ、本当に。カカシがいなかったらね、どうにもならないチャプターでしたよ。ありがとうな。さあ、というわけで、これでですね、無事終わったので先に進めましょう。ここまでが、言うなであればこのシナリオの流れになっておりまして、ここからはですね、回収編みたいな形になります。さあ、というわけで、とりあえず奥側進んでいきますと、ドアが1個あるので、ね、お塩が持ってあったりとかね、細かいところですけど、そういうのも見るとちょっと楽しいですよね。さあ、というわけで、ここから外に出ていきましょう。で、ここから外に出るとですね、もう、命の危険はない状態になるんですが、あ、夜回りさんってこんな感じで進んでいくんだなっていうチャプターに入っていきます。これは透明なビー玉？僕、このビー玉越しに夕日を見たことがある。そうだ、これは昔僕が持っていたもの。どうして忘れてしまったんだろう。夕日の眩しさを思い出した。さあ、というわけで、夕日の眩しさ、透明なビー玉、思い出を見返す。麦。麦、大丈夫だった？な、待って。麦、入っていっちゃった。ここってずっと使われてない古いビルだよね。あんまり入りたくないけど。連れ戻さないと。麦はどこまで行っちゃったんだろう。こんなところに誰かいる。な、あれ、今の人は。そうだ、思い出した。僕は麦を追ってあのビルに入って、それで僕はあのお姉さんを知っているはず。でもなんだか変だ。僕はあの時声をかけなかったんだっけ。
もっとちゃんと思い出さなきゃ。一度お家へ帰ろう。さあ、というわけでこんな感じで覚えてない記憶を思い出してかなきゃいけないっていうところがね、分かったんじゃないかなというふうに思っております。というわけでここで一度テープチェンジ。さあ、というわけでございまして、テープチェンジ後でございます。続いての思い出はですね、学校の思い出に向かっていきたいなというふうに思っているところでございますね。まだね、思い出の絵がどういう絵なのかちょっと全然わかんないですね。雲がかかってしまっていて。さあ、というわけで、こちら外に出ていこうとするわけでございますが。あら、麦。麦。呪いって、一体なんだろう？もし朝までに呪いを解くことができなかったらどうなっちゃうんだろう。お化けみたいに夜の街をうろうろすることになったりするのかな。急がなきゃ。はい、というわけでございましてね、確かにね、朝までにっていうね、話がありましたからね、何が待ってるのかっていうのがちょっとわからなくてね、主人公としてはそわそわしちゃうところでございますね。さあ、というわけで、まずですね、学校の方に移動していきたいと思います。というところでございまして、学校までスキップ。はい、学校の校庭まで来ました。さあ、ここでちょっと一回思い出しておきたいのがこれですね。交換日記1。うちの学校にも七不思議ってあるの、僕にも教えてる一つ目の噂はね、真夜中に学校に入ると、のっぺらぼうの男に首を切り裂かれるんだ。それって本当なのであったらどうすればいい？どっか逃げ込むしかないね。という、この交換日記、非常に効いてきます。ちなみに今11時20分ぐらいらしいですね。はい、というわけでございまして、この上でですね、覚えてらっしゃるかあれなんですけど、左側のところに窓が開いてたけど入れなかったよねっていうのが学校の展開でございました。なので、そのね、展開を進めていくっていうのが必要かなと思いまして。え？ダダダダダン。ダダダダダーないいリズムですね。さあ、というわけで、リズムどこの騒ぎじゃないですね。まあでも止まったからいいでしょう。ね。止まったってことはないってことです。ないないばーです。というわけでございまして、進めていきましょう。レッツゴー。ね、というわけでございましてね、このはしごを持って、はしご？脚立はしご？ね、これをね、持ってですね、先に進んでいきたいと思います。で、途中でですね、のっぺらぼうに襲われるっていうイベントがあるんですけど、のっぺらぼうのビジュアルがあまり怖くねえから怖くねえ気がすんだよね、個人的には。さっきからバサバサ聞こえてました？誰か、いるの？あらあらあら。これがのっぺらぼうですね。で、こののっぺらぼうなんですが、結論から言うとクソ雑魚です。全く存在を気にしなくていいレベルですね。で、とは言いつつ、一回消さんとめんどくさいので、で、あいつめちゃくちゃ壁に引っかかるので、はい、これで消えました。ね。こんな感じで一回画面外に追いやりましょう。で、何回かまだ現れるんですけど、正直ガン無視でいいレベルです。さあ、というわけでございまして、落としてしまったはしごを回収しに行きましょうね。よいしょ。で、のっぺらぼうが現れる瞬間が2、3回ぐらいあるんですけど、どれについてもどうでもいいです。本当に。なんか、あ、そうですか、ぐらいの気持ちの感覚で身構えとけばいいので、学校はですね、ロケハンの時にビビって損したが一番素直な感想でしたね。なので、なんか後ろから来てますけど、無視でいいです。で、一回やろっかな。ちょっとね、さすがにね、後ろからお化け来てるのになんでそんなに怯えなくていいのっていうのがちょっと気になる人もいらっしゃると思うから、一回やってみようかな。のっぺらぼうの攻撃が原因なんですね。一回行きましょう。ね、これね、立ち止まってから構えて振りかざすっていう方法なんですよ。なので、動いてれば容易に避けられるんですね、こいつの攻撃。なので、あまりにね、攻撃がね、弱すぎて、なんか、こいつにやられることはまずないだろうというですね、大前提でいけると。あ、で、これね、もう一回現れて、はしご落としちゃうんですよ。で、これはもういいきっかけだと思って、はしごを別に、解除しに行かなくていいので、下の花壇に進んでいきます。で、下の花壇進んでる間に多分、のっぺらぼうの音も消えちゃいます。
で、それ自体はどうでもいいんですわ。で、ここの花壇のところまで来ると、ここにね、ドアがあって、こちら側から開けられるドアになってるので、まあ、とりあえずこれ自体は開けといた方が、道の開通的には絶対楽になりますので、開けときましょうと。んで、のっぺらぼうがいなくなっておりますので、はしごを使ってですね、戻っていきたいと思います。なーい。というわけで、ここのはしごをですね、窓側のところにセットしてあげて、というわけで、これで上側に登れるようになります。校舎に入らなきゃ。ね、のっぺらぼうだったらね、避けながらで全然ね、朝迎えられると思うんですけど、朝迎えちゃうとね、まあ、呪いが発症するのでね。いつもの学校と全然違う。何か大切なことを思い出せるといいんだけど。はい、というわけでございまして、校舎内編ですねに入っていきます。で、ここはね、怖いとかはね、とりあえず当面ないかな。で、進むとイベントが。何か落ちてる。汚れた五円玉だ。どうしてこんなところに。黒ずんだ五円玉を拾った。錆びて色が変わってしまった汚れている五円玉。これはお地蔵さんにお供えしないでおこう。さあ、というわけでございましてですね、ここにも他にもアイテムが落ちてます。というわけで、ここの落ちてるアイテムがコンパス。コンパスはコンパスでも綺麗な円が描けるコンパス。算数の授業で少しだけ使った覚えがある。でも役立った覚えはない。やめろなあ。コンパスは小学校に使って以降、人口の 99% も使わなくなるからな。掲示板に張り紙が貼ってある。知らない人を学校に入れないようにって書いてあるね。で、他にもね、地図とかもあったりしますね。よいしょ。学校の地図が貼ってあるね。校内マップね、南1階というわけで、今が掲示板の付近にいますが、職員室があるようですね。よいしょ、進めていきましょう。で、職員室の目の前まで行くとですね、イベントが発生しますので、とりあえずガーッと進めていきます。のっぺらぼうの音ですね。